ターキッシュ版は、トルコを原産地とする猫の一品種。トルコのバンコの界隈に源流を有する、この猫は、バンパターンと呼ばれる特徴的な紐の色に加え、水と神話的であるという他猫種には、珍しい習性を特色としている。水の中で遊ぶことを特に好むため、ターキッシュスイミングキャット、トルコの泳ぐ猫とも呼ばれる。 陽光の下に佇むバンパターンを示したターキッシュバントルコの東部地域のうちに自然発生したこの猫種は東アナトリア地方の隔絶された山岳地帯で古くから繁殖してきた古代種で遅くとも中世にあたる頃にはすでにその存在が確認されていた中近東の猫に多く見られるバンパターンを特色とする珍しい外見は古くから注目を受けてきたようで この地の市場や野営の風景を描いた19世紀の絵画のうちに、しばしばその姿を見ることができる。ジョン・フレデリック・ルイスのアラブスクライブ、カイロという作品が一例である。近代以降のこの猫種の歴史は、1955年にあるイギリス出身の猫愛好家が、東トルコのバンコのアゼで水遊びをする猫を目撃したことでさらなる広がりを見せる。 ターキッシュ版の姿に魅了された、この猫愛好家は、2匹の個体をイギリスの地へと持ち帰った。いつしか、欧州中に広く知られるようになり、1970年代になると、米国の地へと持ち込まれ、すぐさまキャットファンシアーズアソシエーションと、ザ・インターナショナルキャットアソシエーションからの公認を獲得。やがて1980年代に計画的な繁殖が始まったのであった。 長めの屈強な体に、胴体と、胴程度の長さの太く、ふさふさとした尾を持ち、頭部の後位置についた間隔の狭い耳、そして、乱形の大きな目を有する。オスの体は特にがっしりとしている。完全な成熟までにはおおよそ3年から5年かかる。オットイを持つターキッシュ版の子猫紐は、基本的にはセミロング、すなわち、半長毛で、長さは季節に応じて、 変遷を繰り返す。陶器の方がより長く柔らかく、下機は尻尾を除いて短い。ビロードのような柔らかさを有する、この紐は一本一本が防水仕様を備え持つ。体の曲線に沿って割れるような形で束になりがちなため、動くたびに毛並みが自然に整え直されていく。胴体は白一色で耳の周辺と尻尾部だけに何らかの色がついている。 ターキッシュ版の紐色の生じ方は、どれもこのパターンに限られる。耳の周辺と尻尾部だけに色がついているという模様を指して、バンパターンという。元来より地中海地方の猫に見られた紐の形式であり、ターキッシュ版特有のものであったことからこの名を持つに、至ったバンパターンはいつしか品種改良済みの他の純血猫種にも見られる特徴となった。目色は、 琥珀色か青色、あるいはこれらを持ったオッドアイ。猫は毛色が白で、目色が青の個体には、聴覚障害が生じやすい。しかし、ターキッシュ版は、青色の目であっても、聴覚障害は生じにくい猫種である。これは、ターキッシュ版の毛色が、白地に、夕食の模様なのではなく、夕食の地に、大きな白いブチであるということが関係している。冬は、 毛が多くなるのが、ターキッシュ版の特徴この猫種の最も面白い、特性は水に興味を示す点である。入浴や水遊びを大変に好み、水泳を行うこともできる。猫といえば大抵は水を嫌うものであり、ましてや泳ぐというのは通常は考えがたい、行動であるため、非常に珍しい特徴と言える。倒開放したままの飼い主の入浴は避けられるべきとの、 注意喚起があるほど、浴槽に飛び込んでくるのを避けるため、水を好む、希少な種である。それは、原産地においても同様であり、当地にあっては、地域の秘宝としての尊重を受けている。その源流の地たる万古の一帯はかつて、アルメニア国の中心地として栄えていた場所であった、ことから、名称を、アルメニア版に改めるべきと主張する、アルメニア人らの声もあるという。 アルメニアの切手のターキッシュ版非常に頭の良い猫であるためしつけが楽である。狭い場所を苦手とするようで閉じ込められると不安定になることがある。居場所の自由と思考の自由の十分な用意が推奨されている。バンネコ原産地たるトルコで一般にバンネコと呼ばれている猫種がある。それはターキッシュ版とは異なる。琥珀色、または青色。 またはこれらを合わせ持つ夫愛の目、水との親和性、その名称及び原産地方という共通点がありはするものの、トルコの地に言う、バンネコには紐全体が白色すなわち白猫であるという原則がある。ターキシュバンと同じく、バンネコも希少種であり、トルコの生きた文化遺産との呼び声がある。トルコを開催の地とする2010年のバスケットボールの 世界選手権大会の際、大会を象徴する、いわゆるマスコットとしての選定を受けることにもなった。ありがとうございます。